横須賀基地を拠点としている米空母ロナルド・レーガンは一時中東へと向かいます。今回の空母の極秘任務と極東情勢を詳しく見ていきますね。極東には見えない部分で増強されていますよ。海底も見るとね。2021年5月現在、本国以外を母港とするアメリカ海軍の大型原子力航空母艦は、横須賀、港に席を置く2密級。航空母艦9番艦のロナルド・レーガンただ1隻のみである。ロナルド・レーガンは海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦である。ヒューが片護衛艦の2番艦、伊勢と、この5月26日から29日にかけて、沖縄東方の海上で合同軍事演習を行っていた。この合同軍事演習には、タイコンデロガ級巡洋艦21番艦、シャイローも、参加しており、ヘンリー・ J ・カイザー級給油艦11番艦の、ペコスらと共にこれに従事していたという。さらに、ロナルド・レーガンは、これに先立つ5月11日から16日にかけては、関東南方海上で、マヤ型イージス護衛艦1番艦、マヤとの合同軍事演習を行うなど、日本近海での精力的な任務をこなしている。こうした最中にあって、5月27日、アメリカの国防総省、ペンタゴンは、ロナルド・レーガンを中東地域に一定期間派遣する方向で調整に動いていると明かし、その動向が注目されている。今現在は、ニミッツ級航空母艦2番艦のドワイド・D・アイゼンハワーが中東での派遣任務にはついているが、メンテナンス等のために、アメリカ本国ノーフォーク港への帰還が必須となった模様だ。ドワイド・D・アイゼンハワーの代わりに、2021年の夏をめどに、ロナルド・レーガンが中東地域に向かうものとされ、現在進行中であるアフガニスタンからのアメリカ軍の撤収をサポートするという。今年2021年1月20日に、アメリカの新大統領に就任したバイデンは、2021年9月11日を期限として、アメリカ軍及びそのすべての同盟国による連合軍を撤収する方針を打ち出しており、これに呼応した措置だ。現在、中東でその任に当たっているドワイド・ D ・アイゼンハワーは、この3年間で2度にわたる長期派遣を実施しており、乗組員や艦載機等々の整備を考慮した上での判断だとされている。ロナルド・レーガンの中東派遣はおよそ4ヶ月程度と見積もられているが、この事態は、日本は、もとより、アジア、太平洋地域において、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦の稼働数が一時的にゼロになることを意味する。昨年2020年の春先には、セオドア・ルーズベルトが乗組員の新型コロナウイルスへの罹患に伴い、グアム島において活動を停止する事態に見舞われたが、理由は違えど似たような状況だ。この時には、中国海軍の練習用航空母艦、遼寧の艦隊が、これ、見よがしに西太平洋に進出し、軍事演習を敢行する虚に、出たこともあり、今回も、中国海軍の動きを注視しておく、必要があるだろう。
アメリカとしてはセオドア・ルーズベルトが未稼働状態に陥った際にはグアム島からの戦略爆撃機や攻撃型原子力潜水艦によるアジア太平洋地域の防衛を匂わす動きが示唆された。このセオドア・ルーズベルトも2021年4月には南シナ海での合同軍事演習に派遣されていたが、現在はメンテナンスのためのサンディエゴに帰島しており、ロナルド・レーガンのカバーはできない。今回のロナルド・レーガンの中東派遣についてはバイデン政権がイラン政府と現在進行形で進めている核交渉が長期化した場合、中東地域における空母打撃群にも同様の動きも懸念される。こうした中東派遣長期化のシナリオに対するアメリカのアジア太平洋地域での戦略としては、一説には強襲揚陸艦に F-35 ライトニング 2B 型を搭載した軽空母的な運用でカバーするとの見方も出されている。すでにアメリカ級強襲揚陸艦1番艦であるアメリカは2019年12月から長崎県の佐世保港に配備されており、山口県岩国基地に配備されている F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用は可能とみられる。強襲揚陸艦アメリカは満載排水量 45,693 トン、全長257メートル、全幅32メートルの艦隊に通常時であれば F-35 ライトニング 2B 型を6機と各種ヘリ約24機の合計30機前後を搭載可能だ。この強襲揚陸艦アメリカをいわゆる軽空母代わりに運用する場合であれば、 F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載機数は20機前後まで増加させられることができ、アメリカ海軍が描く新戦略を具体化する。ただし、あくまで固定翼機の早期警戒機等を運用できるわけではなく、航続距離や兵装量も限定される F-35 ライトニング 2B 型ゆえに、大型の原子力航空母艦艦載機の持つ攻撃力とは大きな差が生じる。そのような状況を鑑みれば、ところどころ台湾の防空識別圏への侵入の頻度を加速させている中国軍機の活動の活発さや、南シナ海における圧力の増大が深刻化することが最も懸念される事態となりそうだ。